こんにちは。転売王堀秀夫です。今日は旅行ですね。お得に旅行するっていうのを、最近、ちょっと旅行の計画があって調べてるんですけど、まあ、タイムリーに、まあ、お得、安い、以前の問題、安全なね、飛行機会社のランキングっていうのがあったんで、まあ、それを読んで、まあ、ちょっと思ったことがあるんで解説したいと思います。まず、安全性を評価された航空会社トップ10。カンタス航空がトップで、あとはニュージーランド、ブリティッシュとですね。まあ、こう見ると、キャセイパシフィック、香港、エバー航空、台湾っていうのをどう取るかによるんですけど、あとは、ほぼ、まあ、欧米というかですね、アジア圏でないと。まあ、シンガポールは別格ですね。という航空会社になってます。これは、ね、なんか特に優れた運営をしてるとかそういうことではなくて、おそらくね、無理をしないっていうのが一番なんじゃないかなっていうふうに思います。なぜかというと、まあね、平気でジェットスターとか、運休になっちゃいます。で、カンタスも、別に時間通り飛ぶこともあれば時間通り飛ばないこともあると。で、時間通り飛ばないときね、ムキになって、クレームをつけるお客さんもあんまいないですし、仮にいたとしても相手にされないと。まあ、この、なんていうんですかね、日本は、なぜここに安全なトップ10に出てこないか。おそらくね、無理をして運営しちゃうんで、そこが不安視されてると。まあ、過去に事故を起こしてるって実績もあるのも大きいですけどね。そういう部分なんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、それがね、確信できるのは、この危険なね、航空会社。で、例えばこの一つ星っていうのが、特に危険なんですけど、まあ、ほぼアジア系ですね。まあ、まあ大丈夫だろうで飛ばしちゃうとかね。で、最近墜落して危ないと。まあ、インドネシアが危ないとなってますね。まあ、基本的に、たまに落ちるのはしょうがないと。ね、そう言っちゃ怖いんですけど、たまに落ちるのはしょうがないぐらいの感じで運営されてる面があると思います。で、まあ、中古機を安く購入している会社は危ないと。まあ、これはね、当然新型機は、ね、新型機は逆に初期トラブルがありますね。大体ね、航空会社が調べるのは実績のある、まあ、新品の飛行機を買う金があればそうするんですけど、それなら、まあ、あまり整備もやんなくてもね、きちんと飛ぶと。何千時間かは整備なしでもきちんと飛ぶというのが大きいですね。で日本とドイツ以外はおそらく壊れたものを直すとか不具合を見つけて修理するっていう、作業が非常に苦手です。だから、まあ、中古で飛ばしてる日本とドイツ以外の飛行機会社は非常に危ないと。まあ、ドイツもね、子会社落ちてますんで、ドイツも安泰じゃないんですけど、やっぱりね、飛行機は新しい方がいいと。新しいってのは A380 とかね、ボーイング787とかそういう新型機って意味じゃなくて、別に777でも A320でもいいんですけど、新品で買って運営している会社の方がいいと。まあ、そうするとね、意外に、格安航空会社っていうのは、落ちる落ちないで言ったら安全なのかなという気がします。ただしね、無理な運営をしてるんで、逆説と矛盾しますけどね、飛行機は忙しく飛ばしてるんで、遅れや欠航はしょっちゅうあります。まあ、それをね、なおかつ考慮に入れて、安く飛びたいなら、まあ、ジェットスターとかね、格安航空会社も一つの選択肢。そうでなければ、やっぱりね、シンガポール航空とか、カンタス航空とか、あたりがいいのかなというふうに思いました。これね、飛行機どこが安全かっていうのはね、このリストをよくしょっちゅう、発表してますんで、やっぱりね、わざわざ飛行機怖いって方がね、不安を感じるような飛行機会社に乗ることはないと思いますので、料金にも劇的な違いがあるわけじゃないんでね、安全な飛行機会社を選んで、乗ることをお勧めします。以上、転売王堀秀夫でした。